プラング肩タッチ初級になります。膝をついた腕立て伏せのスタートポジションになります。頭、肩、骨盤が一直線になるように姿勢を作ります。腕は肩の真下に来るようにしましょう。その姿勢を崩さずに片手で反対側の肩をタッチします。そのまま繰り返していきます。手を交代するときに上半身が動かないように気をつけながら行ってください。プランク肩タッチ中級になります。今度は腕立て伏せのスタートポジションになりましょう。足の幅は広げていく方がやりやすくなります。頭、肩、骨盤、足首が一直線になるように姿勢を作ります。その姿勢のまま片手で反対側の肩にタッチします。初級編と同じように上半身がなるべく動かないように繰り返していきます。支える手で床をしっかり押していただくのがポイントになります。